こんにちは、ロリポップチェーンソーのイメージガール川本真由です。今日はロリポップチェーンソーに寄せられたいろんな方の感想を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。すいませんが、ここからは原稿を読まさせていただきます。まずはゲームに素敵なコスチュームを提供していただいた、これはゾンビデスカーオブザデッドハンナーでおなじみの野水伊織さんから。可愛い女の子がチェーンソーを振り回す作品は知ってるけど、こんなにテンション高いゾンビゲーは初めて。キラキラと血しぶきが同時に飛び散る、ゾンビのセリフに笑いがこみ上げる、ぶれないぶっ飛び具合に爽快感を感じる、これはめっちゃ面白い。え、私が何者かって？私は天才ゾンビハンターだ。そんくらい分かれよな。続いていきましょう。同じくこれはゾンビデスカーオブザデッド、原作者の木村真一先生。バカらしさに手を抜かない。このゲームをやった人間はどうしてもこう思ってしまうだろう。バカなゲームだと。ゾンビに襲われているとは思えないほど楽観的で、テンションがずっと下がらないストーリー。てっきりチェーンソーを振り回していればサクッと終わるゲームだと思っていたけど、シェアジャンプを駆使したりドロップキックを効果的に使うかが重要。しかしボス戦ではまた別の戦略が必要となる。こうやってアクションを考えるのは実に楽しい。ただゾンビを倒すだけではなく、ゾンビの顔面を飛ばすバスケやチェーンソーダッシュでレースゲームさながら駆け抜けるミニゲームチックな楽しさもあり、なかなかよくできている。個人的には四角四角三角のコンボがとても使いやすく気に入っている。あ、あとお次いきますね。ゲームに出ていただいたアーティストの方からもコメントを頂戴しています。ボスゾンビの一人ビッケを演じていただいたジェームス・オノダさん。実は私、昔から隠れホラー映画のファンだったんです。特にジョージ・A・ロメロのゾンビやマイケル・ジャクソンのスリラーのゾンビなどなど、ゾンビゾンビゾンビと三度の飯より大好きなゾンビマニアなんです。今回ゲームのアテレコの話、それも大好物のゾンビの声をとのお話をお聞きしまして、とても光栄なことだと喜んでおります。夢のような時間を本当にありがとうございました。ちなみにジェームス・オノドさん以外にもコンタさん、スネオヘアさん、ローリンさんがボスゾンビ役としてロリポップチェーンソーに出演されています。そして作家宇部方斗先生、一瞬の笑いが操作ミスと死につながるゲームである。とにかく油断すると笑ってしまう、我慢しても笑いが吹き出す、その恐るべき笑いを生み出しているのが極めて高品質な作り込みだという事実に絶句する。本気で作っているからこそ笑えるわけだが、これほどどうこそ本気はかえって正気を疑いたくなる。どうかしたのかと誰かが止めて叱るべきだったが、怖いもの見たさで誰も止めなかった。これはそういうゲームであろう。一線を越えた感のあるゾンビ愛に満ちたシナリオは圧巻の一言。これに昔懐かしいティーンズロックがぴったりハマっていて、頭がおかしくなりそうになる。キャラクターはみんなどこか彼方へ突き抜けてしまっており、もはやツッコミどころがどうなどと考える余地すらない。彼らの一種独特な幸せな様子はともすると羨ましささえ覚えかねない。非常に危険だ。だが困ったことにゲームとして面白い。ついついやり込んで睡眠時間をヒロインのチェーンソーに削り取られるのは必死だ。まさに本物のゾンビバカクリエイターが作った本物のバカゾンビゲームだ。宇部方先生ありがとうございました。というわけでロリポップチェーンソー6月14日の発売がいよいよ近づいてまいりました。皆さん応援よろしくお願いします。バイバイ。